エネルギーを集めて溜め込んでいるです。中のコレクターを壊さないとサイロのバッテリーがチャージされ続けてしまうです。このままでは私たちが中に入れないです。よし、俺が行って灯台のコレクターを壊すんだな。いや、この仕事は3人が力を合わせないと無理です。入り口には鍵がかかっていて、頂上のハッチに登れるのはあなただけです。中に入ったら下まで降りて入り口の鍵を外して私たちを入れてくださいです。わかった、入り口で会おう。スライ、ハッチまで登ったですね。オーロラコレクターはどこだい？あっという間に壊しちゃうよ。その前にすることがあるです。マリン、コンピューターからエネルギーの流れを逆転させるので、メインサーキットブレーカーを持ち上げててください。そうすればスライが電線を登ってシステムをオーバーロードさせられるだけの時間を稼げるはずです。アップダウン、アップダウン、エレベーターはないのか？急いでください。スライ、いつまでもリバースにしておけないです。ねえ、これ見た目より重いよ。
マーレーの情報によれば、あのサイロにバッテリーが隠されている。バッテリーの中に入るためにオーロラエネルギーをなくしてしまいましょう。サイロのてっぺんとボートのフックをつなぐことによってバッテリーのパワーを消耗させられるはずです。次はマーレーのところに行ってくれ。船に乗ったらオートパイロットをハッキングして船をフックが届くところまで近づけるんです。よし、これからサイロの上に移動する。バッテリーに何本ワイヤーをつなげばいいんだ？3本です。最初のラインをつなげたらマーレーと私は他のボートを持ってくるのでスライは待機しているです。ああ、待ってるぜ。君をあのボートに投げる準備ができたよ。オートパイロットはと、
こいつどうなったかと思ってたんだが、このままの方が良さそうだな。バッテリーが空になったです。これで中に入れるです。卵を手に入れる前に、まずはオイルパイプを全部ぶっ壊すと。ずいぶん硬そうだね。僕も強いけど、これはさすがにちょっと厳しいかも。マーレ、あそこにいるクマが見えるか？名前はグリズルフェイス。おじいさんなんで、普段はおとなしく寝ている。でも、魚の匂いには敏感なんだ。魚の匂いでグリズルフェイスをうまく誘導して、オイルパイプを壊してもらおう。でも、僕は魚の匂いはしないよ。ねえ、どうやっておびき寄せる？川に行ったベントレーが爆弾を使って魚を捕まえてる。上から魚がどんどん落ちてくるから、ターゲットに投げつけるんだ。それをオイルパイプに投げつければ、グリズルフェイスがやってきて壊してくれるというわけだね。その通り。ガードにも魚を投げつけてやるといい。きっと喜ぶぜ。
を次のオイルパイプまで誘導するんだ。Thank you.
Oh, my God.
ものです。ためには巨大なカナディアンイーグルの力を借りるといいです。彼らの巣はあの氷山の上です。卵を一つもらってアジトまで大事に持って帰ってきてください。そうすればわしの防衛本能をバイソンへの邪魔として利用できるんです。簡単そうに言うけど、あの氷水の中を泳げっていうのか？パラグライダーが使えるですよ。破壊したパイプからオイルが出るです。それに火がつけば巨大な炎が燃え上がるです。なるほど、炎の上昇気流を利用するってわけか。炎には気をつけてくださいです。近づきすぎるとクマさんの今日の晩御飯がアライグマのバーベキューになってしまうです。笑えないぜベントレ
足に気をつけるですよ。完璧です。卵をアジトに持って帰ってきたらダンバージャックゲームの準備 OK です。ランバージャックゲームは我々にかかっているです。マーレーがランバージャックガイドを読んでいたのは知っているけれど、そんな知識ではジーンバイソンの腕にはかないこないです。だからこういうのはちょっと心が痛むですが、ズルするです。マーレー、あなたはパワーチョップ競争に出るです。いいスコアを出してバイソンに番を回すです。バイソンが斧を使っている間、私が忍び寄ってわしの卵をズボンの中に入れるです。卵を取られた親ワシがバイソンの邪魔をするように、つらい。あなたはその身軽さを生かして氷の壁登りをやってほしいです。私たちはバイソンを壁から引き離していいスコアを出すのを邪魔するです。最後に丸太転がし競争に参加するです。私の転がし技術をもってすればいいスコアを出すのは簡単ですよ。つらい。あなたはバイソンの丸太にオイルを塗って転がせないようにしてください。準備いいですか。あの脳みそが筋肉でできているランバージャックどもに私たちの力を見せてやりましょう。